関川孝一は、東京都調布市出身の元プロ野球選手、プロ野球コーチ。小学校時代は、調布リトル、中学時代は、同シニアに所属し、中学3年の夏には全日本選手権にて優勝を果たす。その後、東院学園高校に進学。入学早々の1年時の夏、後に、慶応義塾大学のエースとして活躍したに、 学年先輩の志村良投手らと共に第66回全国高等学校野球選手権大会に出場。6番右翼氏としてスタメン出場で活躍。その後は強権強打の保守として活躍した。卒業後は駒沢大学に進学。2学年先輩には野村健二郎がいた。東都大学リーグ通算50試合出場16、161。 打数42アンダー、打率、261、3本塁打、13打点。保守として、大学リーグベストナインに2回輝く。また、日米大学野球選手権大会にも出場した。1990年度ドラフト会議で、阪神タイガースから2位指名を受けて入団。背番号は21。1991年、中村勝弘監督の下、 プロ1年目の7月31日対巨人戦に、湯船敏郎と素人バッテリーを組んで、初スタメンを果たした。このシーズン序盤は、木戸勝彦と吉田博之、中盤以降は山田勝彦が、聖保守として起用されており、関川は先発出場5試合となかなか出場機会が得られなかった。1992年7月12日対中日戦に、初スタメン。 シーズンを通して山田勝彦が聖保守として活躍しており、2年目も関川の出場機会はなかなかいられなかった。1993年、出場機会を89試合に増やし、プロ初本塁打を放った。シーズン序盤は山田が聖保守だったが、6月以降は関川がほぼ聖保守として起用された。打撃も好調で打率、279を叩き出した。 1994年、103試合に出場し、規定打席不足だったが打率、269と高成績を残したが、守備面では盗塁阻止率が、セリーグの歴代最低記録でもある、125を記録した。1995年、保守としては、チーム最多の94試合に、出場初の規定打席到達を果たした。 中村勝弘監督の途中休養を受けて藤田平、代理監督就任以降の8月は外野手としても出場した。打撃も打率、295と好調を維持した。1996年、藤田平が正式に一軍監督に就任し、開幕スタメン保守で始まり、5月に一塁手、6月以降は右翼手レギュラーとして、ほぼシーズンを通して活躍し、 規定打席には到達できなかったが打率314と初めて打率を3割に乗せた。1997年、吉田義尾監督が就任し、田淵光一や前年引退した木戸克彦がつけていた背番号22を継承した。シーズン中盤までは、保守として山田克彦と出場機会を争い、8月以降は左翼手レギュラーとして起用された。 相変わらず打撃は好調で打率306を叩き出し後本塁打は自己最高を記録した。この年のオフに、久慈てるよしと共に、大宝やすわき、矢野てるひろとの2対2の交換トレードで中日ドラゴンズへ移籍。広い名古屋ドームに適応できる野手として外野手千人となり、前年内野手として不本意なシーズンを送った、立浪和義、投手として伸び悩んでいた。 井上和樹と共に一軍外野守備コーチ、当時監督の星野千一から徴用され、移籍1年目からレギュラーとなり、1998年は125試合に出場し、3割は逃したが、3年ぶりに規定打席に到達し、打率285の成績を残した。1999年は自身最高の成績となる打率330.4本塁が、 60打点20盗塁を記録し、リーグ優勝の権威役を果たした。主に1番打者として出場したほか、勝負強さを買われて3番で起用されることも多かった。しかし日本シリーズ第1戦、大英の先発、工藤君康に狙い球を待つ時の癖を見破られ、そこを徹底的に疲れたことにより、パニックに陥り思い切りバットを振れなくなる。 その結果、日本シリーズ第5戦まで19打席で安打と1安打も放てず、大英に1勝4敗と負け越し、日本一を逃した。2000年、さらに2001年と、出場試合数も、打率も下降し続けた。監督が山田久志に変わった2002年は、福留康介の外足転向や、英知の台頭もあり、出番が減り、73試合の出場に止まった。打率、 212と低迷した。2002年に当時テレビ、東京アナウンサーの家森幸子と結婚。2003年は107試合に出場し、規定打席に届かないものの3割を超えた。2004年は新監督に落合博光が就任し、リーグ優勝を果たすものの自身は移籍後最小の12試合出場に止まり、プロイリアと初のノーヒットに終わった。外野陣は福留、 アレックス、H の3人で埋められており、出番が回ってくることは、ほとんどなかった。同年オフ、無償トレードで、小山慎一郎と共に新規参入球団の東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍。2005年3月26日、ロッテとの開幕戦に一番最翼手で、先発出場。新球団1人目の打者となった。4月6日の日本ハム戦で、 通算1000本安打を達成。同時に、この1000本目の安打は、球団史上初の猛打賞、および球団史上初の三塁打となった。2006年9月5日、オリックス戦に2番で、先発出場し、1試合犠牲番と4個の日本プロ、野球体記録を達成した。また、この年の後半戦から、監督の野村克也が、藤井明人と勝則が負傷した際に保守を守らせる。 という意向で、保守守備の練習にも取り組んだが、実際に守備につくことはなかった。故障の影響で81試合の出場に終わった。2007年は、若手選手の台頭や、自身の不調もあり、出場機会が激減。9月24日に同年限りで、現役引退を表明。引退試合の10月4日の対ロロって23回戦で、一番中堅守として、 現役最後の打席は代名詞となったヘッドスライディングを見せるも一塁ごろ。相手投手は清水直行で、くしくも楽天初の公式戦で、先頭打者として対戦したのと同じ相手だった。試合後の引退セレモニーでは、監督に試合に出してもらえるよう頼んだところ、上記のように一番中堅守で起用されたことに、感謝の意を述べ並み出した。プロ17年間の思い出について、 星野監督を胴上げすることができたこと。あの年は星野監督の笑顔を見たくて一生懸命やっていたと話している。この年の出場数は17試合だった。11月30日に自由契約選手として NPB から講じ、楽天コーチ時代との兼ね合いからユニフォームを着用せず、スコアラーとしてポロシャツ姿でベンチに入っていた。二千十五年にチーム打率が セントラルリーグ4位、総得点数、総安打数がリーグ5位と低迷10月15日に球団から解任された。2015年11月19日に福岡ソフトバンクホークスの一軍や主総合巡回コーチに就任した。デイリースポーツによると、このポストでは基本として一軍で活動しながら監督の工藤君康からの指名で二軍。 三軍の野手に関する情報収集や指導も担当する。就任会見で工藤監督の手足となって動けるようにしたい。選手が一番いい状態でいられるよう手助けするのが役割と抱負を述べていたが、野手総合巡回コーチという役職は一年で廃止され、関川は解任となったが、2018年に三軍監督として復帰。同年オフに行われた2018年の アジアウィンターベースボールリーグでは、ウエスタンリーグの監督を務めたが、3勝10敗3、分けに終わり、レギュラーシーズン再開に終わり、5チーム中上位4チームによるプレーオフ進出はできなかった。2019年は1軍打撃コーチを務めたが、得点はリーグ4位に低迷し、得点力不足に苦しんだ。2020年からは三軍打撃兼、外野守備走塁コーチ、 初記録説明の記録その他の記録、ありがとうございます。